皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は茨城の強豪水上へやってきました。水上はこれまでに甲子園は春夏合わせて2回出場、またこの夏の茨城大会ではベスト4進出と常総学院や明秀日立、さらには土浦日大などにも負けていない茨城県を代表する強豪校です。そんな水上の魅力をご紹介していきたいと思います。練習環境をはじめ、メニューや注目選手、そして寮の中にもお邪魔させていただきましたので、最後までぜひご覧ください。水上は茨城県水戸市に校舎がありますが、グラウンドは自転車で30分ほど離れた場所にあります。ですので選手たちは学校が終わるとすぐさま自転車に乗ってグラウンドに向かいます。そのため練習開始は16時を過ぎてしまうので、時間のロスと感じられてしまう方もいると思いますが、グラウンドはご覧の通りの広さです。センター116メートル、レフト97メートル、ライト91メートルという大きさに加えて、照明は LED ライトを使用しているので、夜間でもしっかりボールが見られるようになっています。さらにサブグラウンドも水上にはありますが、今回の施設紹介で注目していただきたいのは寮です。2021年3月に改築を終えたばかりとあって、ものすごく綺麗です。茨城県産の木材を使った平屋となっているこちらの寮は、最大40名まで暮らすことができます。入るかどうかは希望制ですが、基本的にはグラウンドから離れた遠方の選手が生活することが多いとのことです。では寮の中を見ていきたいと思います。入ってすぐ左手に見えたのは食堂です。テレビや一人一人の食事の量などを書く用紙が貼られたホワイトボードがありますが、全員が一斉に食事することが十分可能な広さです。ちなみにテーブルに並んでいたのは取材日の夜ご飯です。とても美味しそうでした。次にやってきたのは洗濯場です。洗濯機、乾燥機ともに台数が確保されているので、一斉に大量の洗濯をすることができると思います。続いてはお風呂場です。実は当初の予定ではお風呂場の改築のみの予定だったそうですが、秋季大会で結果を残したこともあり、学校側の計らいで建物すべてを改築することになったそうです。そんなお風呂場はこのような広さになっています。10人が一気に入ることができるようになっており、選手たちは日頃の疲れをここで流しています。最後は選手たちが暮らしている部屋の中へお邪魔しました。1部屋2人、同級生同士が暮らしているそうですが、広さはこれくらいになっています。木製の2段ベッド、さらにはクローゼットは全ての部屋に必ずありますが、それ以外は選手同士で買い揃えるようにしています。ですのでテレビがあるところもあれば、冷蔵庫を2つ用意しているところもありました。ベッドも移動できるため、レイアウトも含めて部屋ごとに選手たちの色がありました。寮のご紹介は以上です。綺麗で素敵な寮でしたね。水上の皆様、ご案内いただきありがとうございました。施設紹介はここまでにしまして、ここからは練習模様を見ていきたいと思います。アップから選手同士が鼓舞し合って活気のある練習が行われていますが、水上の練習は効率&実践的な取り組みをしているのが特徴的でした。例えばこちらのキャッチボールでは、全員が一斉にワンバウンドで素早く送球し続けると、距離を縮めてからは複数人のグループでクイックを入れるなど、ただキャッチボールで肩を温めるだけではなく、効率的に試合で必要になってくるスローイング技術を磨くのが印象的でした。そしてバッティング練習では、一班10人ほどにして5箇所で5分間ひたすら打ちます。後ろでは上半身のトレーニングを中心に行い、無駄な時間を省いていきます。バッティングとトレーニングを1セットとして、これを2セット、つまり20分間でだいたい50から60本打ちつつ、トレーニングをできるようにメニューを組んでいます。ただこれでバッティング練習は終わらず、それから室内練習場へ移動してティーバッティングでおよそ100球打ちます。連続ティーはもちろん、打つ前に何度か足踏みをすることでバッティングの中で間を作るリズムティーと呼ばれるメニューもこなすなど、質もこだわりながら
効率的に漁をこなして選手たちがレベルアップしています。そして取材日の練習で最も効率的かつ実践的だと感じたのはこちらの練習です。一見するとバッティング練習に見えてしまいますが、これは守備練習がメインとのことです。チームを指揮する関根監督によると、あくまでバッティングをするのは調子の悪い選手や経験が浅い1年生、またブルペンに入っていて打撃練習ができなかった選手などが対象で、主力選手は守備につくことでより実戦に近い形の打球を処理するようにしています。ただバッティング練習の時の守備を大事にするチームもいる中で、選手たちはどういったところに違いを感じているのでしょうか。やっぱり緊張感、ボールが飛んでいった方にみんな向くので、2箇所のバッティングだと、5箇所のバッティングだとバッティングがメインなので、やっぱり守備の方にはあまり目がいかないので、そこでちょっとボール拾いみたいになっちゃう人もいるので、そこが違うかなと思います。やっぱりバッターが打ってる打球取るのは全然違うんで、1歩目とか試合のバッター意識しながらできるんで、とてもなんか自分たちに合ってる練習かなって思います。ボールの飛んでくるところが難しいんで、2箇所だとやっぱり自分たちに飛んでくる時の打球が分かりやすいんで、試合意識した練習になるかなって思います。水上では5箇所で一斉に打つことで短時間でもスイング量を確保しているので、守備は5箇所同時に神経を張らないといけません。だからこそ2箇所バッティングでしっかり1球に対して意識を高めて丁寧にプレーをして守備力を磨いています。それにしても先ほどの2箇所バッティングでは快音が連発され、気持ちいい打球が飛んでいました。それもそのはず、あれは3年生が後輩たちのために金属バットを持って打席に入っていたのです。またブルペンを見ても先輩が自ら後輩たちに指導しているシーンが見受けられましたが、この選手をご存知の方もいるのではないでしょうか。秋の茨城大会でベスト4へ導いた全チームのエース柏村投手です。最速150キロを計測したという剛腕として知られ、高い注目を浴びていた柏村投手、次のステージへ向けて取材日も練習していたので、番外編としてその様子を少しだけ見ていきましょう。素晴らしいボールを投げ込んでいた柏村投手、これからが非常に楽しみですが、現在の水上を支える主力選手をここから紹介できればと思います。まずは先ほども登場した主将の大塚選手です。旧チームからの経験者で投打でチームを引っ張る大塚主将、春以降も活躍が期待される選手です。その大塚主将を支えるのはチームでも有数の努力家で勉強もできるという小口選手です。取材当日はシャープなスイングで快音を響かせていました。さらに大塚小口選手らと共に2年生としてチームを引っ張り、ボールを押し込むようなスイングが特徴的な阿部選手、1年生ではあるものの夏を経験した期待の選手駒作選手が水上を支えます。夏はベスト4まで勝ち上がったものの、準決勝では常総学院を前に1対2で敗戦、エース柏村投手を擁して甲子園を目指しましたが、あと一歩届かず悔し涙を流すことになりました。心機一転で秋季大会、そして選抜を目指して新チームがスタートしようとした矢先、新型コロナウイルスの再拡大の影響で8月はほとんど練習することができず、ほぼぶっつけ本番に近い形で地区予選に入らざるを得ない状況になりました。これには関根監督も準備不足になったと振り返りますが、先輩たちも同じようなことを感じていたようでした。練習試合は夏休み前半だけちょっとやれたんですけど、ただ準決勝まで前のチームが行ってしまったんで、準決勝終わってもう4月の下旬から始まって、でそこから3試合ぐらいしかできなかったですかね。なんでまあダブルって言っても6試合ぐらいやって、でまた
あのコロナで緊急事態宣言出ちゃったんで練習できなくて、うん、で、まあ、再開してから結局2試合しかできなくて地区予選入っちゃったんで、これは参ったなっていう感じでしたよね。選手もやっぱりこうこのままでいいのかっていう不安の中戦わないといけなかったので、まあ、なんとかこう鼓舞して大丈夫だ、いけるよっていう話しながらやったんですけど、厳しい試合、厳しい大会でしたね。ない時は、まあ、いいピッチャーがいて、その守備から流れを作って攻撃につなげるっていう野球をやっていたんで、まあ、今の新チームはそういう自分の戦い方が変わって、やっぱ攻撃だったら攻撃で、守備だったら守備で、まず最初に片方をやっていくと。で、3年生中心の練習相手とかが なってしまったので、まあ、そういう面で、まあ、自分の時間がなかったので、こうした不安を感じられる状態で秋季大会へ向かった水上は、地区予選こそ突破したものの、県大会では初戦の茨城キリスト相手に5対6で惜敗する結果となりました。選手たちも実戦不足が敗因につながったと感じているようです。あんまり練習試合とかができてなくて、やっぱピンチの時になんかあまりないようなミスとかが多くて、でピッチャーもなんか四死球とかを出してしまったりして、でダメなところで打たれたりしてたの でそれが秋の課題として、これからの課題を克服するのかなと思います。現在はアップから雰囲気作りを大事にしながら、投手陣を中心に守備からリズムを作り、積極的な攻撃を仕掛けていけるように練習を積み重ねている水上ナイン。では最後に春以降へ向けての意気込みを聞かせてもらいました。冬は楽な練習はないので、そこで妥協せずにチームで盛り上げていって、一人一人が高い意識を持って、まあ、辛い冬を乗り越えて、で春に、まあ、秋のリベンジをできるように、まあ、冬から一人一人が高い意識を持ってやっていきたいです。秋田の悔しさを忘れずに、まあ、全員で同じ練習ができるので、冬練もみんなで高め合ってトレーニングとかを頑張って、そして春に秋の悔しさをぶつけられるように頑張っていきたいです。ということで、今回は茨城が誇る強豪である水上へ訪問させていただきました。部員全員が一致団結して春以降にたくましくなった姿が見られることを楽しみにしています。